い、では。皆さん、こんにちは、こんばんは。しじょみさこと。よろしくお願いします。さて、台湾のお土産をご紹介しているのですが、はい、今回は、こちら？ほう、そうなんです。もう食べ物はですね、お腹がいっぱいだ。食べられねえ。前からいろいろお伝えしてると思うんですけど、オーガニックコスメとか、あとノンケミカルコスメっていう。ノンケミカルね。そう、はいはいはい、コスメすごい好きで、うん、台湾オリジナルで、メーカーで作ってるものがあったので、うん、これもちょっとご紹介したいなと。パック。あのフェイスパック、はいはいはい、顔につけるフェイスパックと、これハンドクリームなんですけど、うん、ジャンシンビーシン、ジャンシンビーシンっていうところですね、ホームページ、うん、なんかおしゃれ、そうオシャンティーなので、ここはどういうコスメかっていうと、うん、ジンジャー、生姜ですね、はい、生姜を使ったオーガニックコスメのお店で、有名なのが石鹸、石鹸もなんかいろんな種類とか香りがあったりとかして、うん、オーガニック純正のパックってあんまないんですよ、実は。私結構探してて、もともと。香りがすごい良くて、ジンジャーフラワーっていう生姜の花の香りのパック。あ、なるほどね。花の生姜漬けだから、生姜の花ね。生姜の花、はいはいはい、そう。っていうのがあって、この香りがすごい好きで。うん、でこれは私もともとハンドクリーム持ってて、これもめちゃくちゃ愛用してるんですけど、うん、他の種類もちょっと試したいなと思って、ハンドクリーム、ジャスミン&オリーブのハンドクリーム、はい、とプラスいくらしたらこれもらえるよみたいな感じで、これがお土産でそうもらった、これはローズ&ジンジャー、ローズ&ジンジャー、これも同じパックですね。このハンドクリームは友達にあげて、で自分用に、まあ、主に買ってるのはこのパックとこのハンドクリームなんですよ、うん、こういう感じで結構シンプルな感じのパッケージ、そう、そう、かわいいんだよ、かわいいよね、そう、うん、ちなみに値段なんですけど、はい、でこのフェイスパックは5袋入りで620元、2200円ぐらい、おー、うん、でもまあ5枚だから1枚440円ぐらい、はいはいはい、はい、うん、まあちょっといいパックだよね、うんうんうん、じゃあ実際先輩に付けてきてもらいたいと思います、せーの、ほっ、えいっと、はい、好きよ。マジ好き。そう、ほら、ちょっとちゃんと見てもらって。ほら、目に、そう、かかってて。これすごいよ。そう。で、顎のここの、こういう、ここ。フェイスラインのところも、こう。普通さ、ここで終わっちゃうわけよ。そう、終わっちゃう。でも、ここの部分も、顎下の部分もケアできるっていう。ここがね。そうそう。ほら、かかってんの。ね。なんか、うん、ここのやつも一回かけるじゃろ、うんうん、下のやつもかけるんじゃ、うん、なんか二重で耳にかかってる、ね、そう、一番多分ここが今一番潤ってる、そうね、ここかかってるところ、ここが一番ここが、ね、潤ってる、一番二重になってるかな、こうすると乳液が出てくるんだよ、ニュモニュモ、これいっぱい出てくるじゃん、すごい、結構出てくるんだよ、はい、見せてあげて、ほら出てきた、はい、でこれをあのこうウーロンちょっと足りてないなとことか、パックがうまくかかってないところとかにちょっとこうつけてあげてる、っていうかすごい体温で溶けるね、そうそう、でこうお追い追いパックみたいな、そうそう、追いパックして、ジャンシー・ビーシンのパックは耳にかけるのでさ、分かりきったこと言うのすごいね、香りがね、これローズ&ジンジャー、そう、めっちゃいいよね、香り、いい匂いなの、なんかさ、うん、パックで、うん、開けた瞬間すごいなんかこう潤うっていうのは分かるんだけど、うん、匂いが苦手みたいなのは私あって、うんうん、なんかこれどうよ、すっごい好き、いいね、なんかあんまさ濃すぎないというか、なんかすごいやっぱオーガニックだから、うん、そんなに余計なもの使って作ってないと思うんだよね、オーガニックですからね、オーガニックだからね、これちなみに使用方法はつけて、うん、で15分、15分置く、製造日から3年使えるって書いてるから、うん、そんなに短くないね、ないよね、うん、しっとりしてますね、うん、じゃあ15分後のみさこさんを見てみたいと思います、15分後のみさこさん、嘘、立ってねえよ。はい。はい、じゃあ15分です。立ってねえよ、まだ。1秒で1秒。でーす。1秒で1秒。一回ゲームでも挟んどく。なんで急に？金のピコや。スケキを風味出してくるのね。あったー！これ私見えじゃん。不服。くっそー。
なんだと、なぜ私に赤コーラが当たるの。スケキヨ、スケキヨそんなキャラだっけ。無口キャラじゃなかった。スケキヨって、私はスケキヨという名を知っているが、その人物を知らないのだ。知らんのか。犬神家なのは知っている、そのスケキヨという存在は知っているが、果たしてどんなキャラかがわからんのだ。そうだね。あーやめろやめろー、やめろー、何すんねん、騒ぎお前目の前でハテナ取れてきてスケキヨよく喋んな。スケキヨだ。情緒不安定。ゴイちゃん陽気なスケキヨ1位でした。ふふくじゃ、そうじゃろな。負けたら大体ふふくじゃって言う。はい、では15分待ったあたりマリオカートでスコスコにやられた人ですね。さてはこれ。はい、ではパック15分ねしろって言われたのが終わったので、じゃあちょっと実際どけてみましょうか。うん、はい、すごい伸びるんだよね最初さ、かけるときに結構引っ張るからさ、不安だったんだよね、ちぎれないか。柔らかいんだよね、伸縮性がすごいあってね。おー、スケキヨから、あ、スケキヨから、あ、ヒトニハロ ー、よかった、ミサコに戻ってちゃんと。あ、すごい、どう、つけた感じ、うん、良い、なんもね、これも全部使いたい。あ、わかるわかる、私ね、お風呂に入る時とかにつけてて、あ、一緒にこう湿気をこう浴びながら、いやいやいや、うん、すっごい良かったよ。ね、いいよね。うん、これ良い、うん。もちもちするでしょ。する。うん、これはねかなりおすすめですよ。匂いもいいから、うん、すっごいリラックスしてた。うん、ね、うん、リラックスしながらマリカで負けてたね。負けてた。スコスコのスコに。うん、スコスコのスコにね。向こうなのか、うん、通販では。通販はもしかしたらあるかもしれないけど、でも高いんだよね。そう、送料とかもすごい高いから、うん、から。もし気になって台湾自分が行けないって人は、うん、近くのなんか友達とかが台湾行くときに買ってきて、買ってきて、買ってきてもらいます、うん、そうだよね、はい、パックとかちょっと苦手だなって人は、うん、このハンドクリームが結構おすすめで、うん、私これのこれの香りのハンドクリームがすごい好きで、うん、すごいいい香りになる。はい、ちょこっとで大丈夫です。ちょっと乗せました。はい、香りどうですか。あー、めっちゃいい匂い。うん、ジャスミンの、ね、あ、え、いいな、ジャスミンの香り。はい、じゃあ乗っていきます。最近ね、私手すごい潤いがちだったんだけど、最近ちょっと水分量が、うん、特にあの麻雀やるじゃないですか、麻雀の時にね、肺がスルスルしちゃうんで、なんか大会の時とかハンドクリームを使わなかったんですよ。どうです。いや、良いわ。香りがめちゃくちゃいいの。あ、これハンドクリーム苦手な人これぐらいだったらいいかもよ、ね、朝ベタベタして苦手だっていう人は、うんうん、塗った時のサラサラ感にびっくりするかもしれない。サラサラしてるのにしっとりしてて、する、この匂いもその嫌な感じの、うん、感じじゃないんだよね。たくさんこれ欲しい、みさん。え、買ってきて。あ、買ってきて、行くんだ。今度は行くでしょ。あなたはまた一緒に行くでしょ。行くの、行くんでした。このハンドクリームは1個、430って書いてるから1000円、1200、300円かな。あー、確かに高めだ ね、 ちょっとね、ハンドクリームにしたら高めかも。そうそう、でもこれ私3つ買ったらちょっと安くなるみたいなやつで買ったんですよ。なんで多分実際は1200、300円ぐらいかな、うん、まあまあしますね。でもね、いい成分なんだろうなっていうのはちょっとわかる。そうね、ちなみにこれ私1年間使ってるやつがあって、うん、これがもうだいぶ使えちゃった。おお、これがね、ジンジャーのちょっと花の匂いなんですけど、甘い感じの匂いがして、うん、あんまり生姜の感じしないですよね。なんか良いです。なんか良いです。そうね、我々食レポよくするけど、こういう美容系のレポやんないもんだから、なんかいいですみたいな。はい、ぜひあの気に入りの一品をね、増していただければと思います。はい、どうしよう、初めてごちそうさまでしたで終われないことに気づいたんだけど。いいよ、いっそごちそうさまでしたでしょ。分かった、じゃあ、たくさんの潤い、せーの、ごちそうさまでした。何でもあり、バイバーイ。何でもありだよ。つけてもらいます。せーの。
ここにまず耳かけるの。は？はい、耳かけて。はい、そうそう。引き読みがやばい。で、うん、そうそう、ここをちょっと広げて、で、これも耳につけるの。もう上にふーっと持ってたら持っていけるから、柔らかいから。そうそうそう、いいやつやってる。はい、せーの。